東海ラジオ放送、東海ラジオ放送株式会社、東海ラジオ放送、AA 賞、東海ラジオブロードキャスティングカンパニーリミテドは、中京広域圏を放送対象地域とする、中派放送、a m 放送事業を行っている、特地上機関放送事業者である。通称は、東海ラジオ、略称は、コールサイン、ジョスフ。 名古屋 1332kHz から SF。過去に、豊橋市局、愛知県豊橋市。旧、中日新聞豊橋市局、現、豊橋総局時代に同じ、建物内に所在があったが、都合により廃止され、岡崎市局と統合されていた。しかし2009年頃に、岡崎市局も廃止され、愛知県三河地域には拠点がない状態が続いていたが、 2011年頃から2017年頃まで三河市局の名で東西三河の拠点として豊橋市道坂町に市局を開設してた2018年頃には名古屋本社内に三河市局を設置していた時期もあったが現在は廃止されている他にも市宮市豊橋と同じく中日新聞級市宮市局の建物内に所在四日市市浜松市 英書扱い、静岡市に営業拠点を設けていたが、現在は廃止されている。創立40周年のタイミングでは社種を発行していない。企業、団体の名称、個人の肩書きは当時のもの。出典、開局の経緯をたどってもわかる通り、株主の中に岐阜県、三重県が含まれている一方で、 愛知県内の中日新聞社系列の主要放送局の中で愛知県が含まれていない。また、朝日新聞が含まれている関係からか、朝日年間に広告が掲載されていた時期があった。2004年11月24日、放送局株式の第三者名義による所有問題について実質所有していた第三者名義の株式を 合算すると、中日新聞社の出資比率が9.875%から35.68%になると明らかにした。放送対象地域は、愛知県、三重県、滋賀県の全域、岐阜県、奈良県のほぼ全域、及び静岡県、長野県、福井県、京都府、大阪府、和歌山県の一部の11府県。夜間は、 電離層のうち D 層が消滅し E 階層のみになるので、ほぼ全国で聴取できる。その他、社内には以下のスタジオが存在する。放送休止前と1日の起点時に、本局、中継局の周波数の読み上げが行われる。局名告知は、こちら、お聞きの放送は、東海ラジオです。の一言で済まされているが、稀にコールサイン、ジョスフを言うこともある。 45秒版と30秒版が存在する。2005年4月4日から2015年7月末。更新は6月末まで。チューブテレコミュニケーションの光。ファイバーインターネット回線今夜フ、コミュファのサイトでインターネットラジオを展開していい。配信終了時点。ポッドキャスティング番組。動画配信番組。ポッドキャスティング番組。動画配信番組。天気予報。 交通情報と共に特定の BGM を流している。など。2015年4月頃から主にワイド番組のオープニングの前にジングル1332東海ラジオ 92.9FM 東海ラジオが大いが流れるようになった。2017年3月までに契約穴が全て退社したため全員が社員穴で構成されている。 年長のアナウンサーの中には役員、管理職として経営と兼務する者もいる。2018年10月よりこれまで別の部署に移動していた数名の元アナウンサーが現場に復帰しているは、肩書きはスポーツアナウンサー。自社のアナウンサー不足を補うため、タレント事務所などからアナウンサーの派遣を受けスタジオ業務、提供を読み、天気予報。 交通情報コーナーの進行に従事させている。早朝金、夜勤は長く採用しているが、2010年代半ばより、自社アナウンサー削減を急ピッチで進めたことにより、平日日中でも非常勤アナウンサーに委ねる機会が増加している。なお、放送休止時間帯やアナウンサー不在の時間に、災害など緊急性を有するニュースが発生した場合は、 宿直の管理職、事業、営業職や制作スタッフも含むがニュース、情報をアナウンス担当切るような体制が敷かれている。野球シーズン中は、野球中継中のスタジオ業務、提供読み、天気予報、交通情報コーナーの進行、平日21時21時30分のノーアイディアや、野球中継延長による番組変更の告知などを担当。 インは2019年9月現在、平日の日中、定時ニュースなども担当。2000年代半ばより、中日ドラゴンズが、原則試合を行わない月曜に番組を担当しないアナウンサーを休ませるため日中の、スタジオ業務を担当させるため月曜のみ、採用してきたが、自社アナウンサー削減が進みスタジオ業務担当の、不足が向上化しており、2019年5月現在、 自社アナウンサー以外では、以下が持ち回りで担当している。現在は同社に在籍しない、主なアナウンサーを列挙する、配列は退職、離席年月順。なお、2000年代以降退職したアナウンサーが読んだ、CM は、東海地方多局への移籍、またはぶっこ者を除いて、そのまま放送されている。常勤契約アナウンサーは後日、出店。 入社時順に掲載。1982年4月、三ヶ根山、愛知県と、長谷山、三重県津市に、移動無線中継局が新設されたことに伴い、新たに2台のレポートカーが導入され、女性のレポートドライバーが8名採用された。レポートドライバーは2名1組で行動し、ワイド番組内に挿入される中継レポートコーナー、飛び込みマイクを担当することとなった。当時は、 全員が第3級陸上特殊無線技師の資格取得が義務付けられていたという。メンバーの編成を経て2017年現在も活動しており、前日の飛び込みマイクなどの中継リポートコーナーなどを担当している。2名一組で12時台、14時台、17時台に中継現場からリポートする。2018年9月現在、下記の3名、在籍年数順。 全員がタレント事務所からの派遣。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。